市松蓮寺に来ております。今回はブドウハウスの前からお送りするわけなんですけれども、今日ご一緒してくださるのはこの方々です。自己紹介をじゃあこちらの方から順番にお願いいたします。はいはい、田島農協豊岡ブドウ部の部長をしてます関光明と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして同じく副部長の北垣です。よろしくお願いします。そしてお隣が、はい、同じく、会計をしております松岡と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆さん3人まとめてブドウを作ってますって感じで大丈夫ですか？はい、そうです、はい、ブドウを作ってる方々の集まりでそのブドウ部っていうのが作られるぐらい、はい、この地域ではブドウを作ってる方が多いってことなんですか？そうですね、このブドウ部っていうのはね、豊岡の田島農協ブドウ部っていうのは、まあ、約50年前からありまして、すごい歴史ですね。まあ、副部長の北垣さんはどれぐらいする、はい、ブドウを作り始めてどれぐらいになるんですか？30年ちょっとぐらいですね。30年、はい、なんでこの豊岡でブドウがたくさん作られてるんですか？そうですね、まずあの豊岡盆地の気候というのはね、はい、あの夏はあの昼間は暑くても夜はぐっと温度が下がって、うん、この温度差があの大変あの作物ブドウにも特にいいっていうのもありまして、はい、で、まあ、あの周囲には山間部もたくさんありますから、うん、あの山の傾斜を利用したあのブドウ栽培というのもかなり昔からあの広がってきておりまして、そうなんですね、はい、そういう伝統もあるんです。こう育てるのって難しいものなんですか？難しいですね。難しいんだ。毎年違いますね、うん、今は豊岡の方ではもうシャインマスカット、うん、それと赤いブドウのクイーンニーナ、クイーンニーナ、これも美味しいですけどね、はい、あとは黒ぶどうの、ブラックビート、まあ、それも一応みんなかっこいい名前ですね。名前はねめちゃめちゃかっこいい名前ばっかり3つ揃ってますけど、それを、まあ、ピオーネと一緒にもう作っていこうという、はい、そういう感じでやってます。さすがにピオーネは私もピオーネすごく知ってます今後ぶどう部として豊岡を背負って立つ身としてこの先どうしていきたいとかありますか？とりあえず関西圏、うん、そこでは豊岡のブドウを、まあ、皆さんに知っていただきたいというのがまずとこですね、はい、豊岡でもね、豊岡でブドウを作ってるっていうことを知らない方がね結構多いんですわ。そうなんですね、はい、まあ、そういう感じで豊岡でもブドウを作ってますと、うん、こんなに美味しいブドウを作ってますっていうことをまずは皆さんに知っていただきたいですね。はい、ブドウが美味しい時期がバッと始まると思いますので、ぜひとも皆さんも美味しいブドウを食べていただきたいと思います、うん、そしてですね、今日はせっかくなので、はい、お手伝いさせてください、はい、お願いします。よろしくお願いします。こちらのハウスで大丈夫です？あ、こっちで OK です。ちょっとね、はい、またね、作業されてる農家さんがいらっしゃるんですよね。すっごい丁寧に、なんか絶対何やったらいいか分かんないから一応ちょっと見てるふりみたいなしてるこんにちは。あ、こんにちは、ご苦労さん、ご苦労さん。いつもいろんなところでいろんな作業されてますね。いやいやいや、いや、松岡くん、久しぶり。松岡くん、あ、あ、松岡くん、あ、久しぶり。何、わかんない、わかんない、わかんないけど全然わかんない。コント始まった。同級生、同級生、同級生。え、コントじゃないの？うん、よう知ってる。え、本当に話？マジよう知っとる。え、ま、ちょっと待って、ガチの同級生。ガチ同級生。いや、ちょっと面白すぎる。浪人時に、ね、浪人友達なんだ。2人あの一緒に新聞配達しとった。ちょっと待って、ちょっと待って、思ってるよりしっかり友達。せっかくなんで松岡さん、はい、教えていただいていいですか？はい、これは何ですか？これはね、はい、ブドウの、袋って言いましてね、はい、これをどうするんですか？これをこう、かぶしておいて、はい、これでこう、止めておくんですよ。なんか見たことあるかも、そうそうそう、袋に入ってるブドウ。で、うん、虫とか、病気とかが外から来ないようにとか、はい、それとか、光があまり差し込まないように、当たりすぎないように、うん、こうやってキュッキュッキュッとやって、この横にちょっと待って、すごい針金がついてますんで、この針金を最後にくるりっと回して、これで止めるという、これで OK です。すごい。これは収穫までずっとかぶせておくという。種類はこれは富士実りですね。富士実り、これマスカットですか？うん、これはあの 黒くなるっていうか、はい、ちょっと待って、これ色変わるの？はいはい、色変わります。あ、そういえば もうすでに色のついたのがありましたね。どこどこ、どん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 濃くなってきて、そということはもうこれは袋かけごろっていう、もう OK です。よっしゃ、はい、そうそう、それいっちゃいますか？じゃあそれいきますか。いきましょう。こうやってで、こう寄せてきて最後にその針金を、おうおう、これはくるりっと、ま、巻いて、これで巻くだけで巻いてしまう。はい、はい、で、はい、OK、ここをつまんで破体してくださいって書いてあって、うん、ここをピリピリっとやったら、あ、こう、あ、ここまで破けるんですよ。で、こう覗き込んで、うん、
見るという手もあります、ね、ここから覗くと色の変わってる具合だったりとか、そう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 、あこれはもう美味しく出来上がってるぞっていうのが分かるんですね。分かる、すごい。で OK やったらこの袋のまま収穫する、まあまあ、もう収穫するときはもうチョキンって切っちゃうんですね。このまんまで収穫して、ようできとるねこれ、ね、よくできてますよね。よく考えてるわ。だって昔はこんなのなかったんじゃないですか。それこそ始めたこと30ありました。え30年前からあったんですか。じゃどうしても食べたいんですけど私。あぜひぜひぜひ。いいですか。だから色が変わってたら食べれるってことですよね。なんかねちょっと見つけてるんですよ、結構変わってるやつ。え、これ取っていいですか。それ美味しいです、うん、美味しいですか。美味しいです、美味しいです。いただきます。ちょっと待って、普通に美味しかった。ああフレッシュフレッシュすぎる。そう、フレッシュすぎる、フレッシュすぎる、フレッシュすぎる。ターザン山下の直売所探検隊、今回は豊岡市の田島んまからお送りしていきます。いやーもう広々とした直売所ですね。そうですね、広さは自慢なんで ね、これはね、ペッパー君、あのうちの店員なんですけど。どうもこんにちは。え、なんか言いました。人を選ぶみたいですね。こちらはお米ですか。田島には、はいはい、あのいろんなお米があります。あ、種類がね、はい、うん、あのカニのほほえみであったりとか。カニのほほえみ、はい、これはあのカニ柄のお肥料に使ったカニ柄を、はい、田島はね、本当に標高の高いところから平地までありますので、うんうん、いろんなところの、はい、あのお米が揃ってます。いや本当店内は明るいし広いですね。そうですね。おい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 、あら、ちょっとなっちゃん何やっとるんですか。何食べとるの。お肉焼いてもらいました。店長、はい、もしかしてこのお肉は田島牛。出た、田島牛です。美味しそうや。脂の隅々まで全部美味しいです。はい、口の中入れたらもうとろける脂もちょっと垂れた脂も全部が美味しい。マジで田田さんも食べる。マジその一言待っとったんやけど。だってね、探検隊の隊長ですから。ありがとうございます。これちなみにね、はい、普段はここで焼いてもらうことは無理なんですよ、うん、今日は特別に。そうなんです。私がすっごい欲しそうな目をしてたから特別に焼いていただけたんです。そこなんや。あ、美味しい。さっき言ったろ。あ、美味しい。あ、美味しい。あ、美味しい。もう最高。何この味。もうたまらない。うわ、これはまたフレッシュやね、これ本当に。お肉フレッシュ&フレッシュ。皆さん、ぜひお越しください。